じゃあ動詞、動詞をください。ゲーム、エッセン、トリンケ、カウフェン、フェアカウフェン、フリーゲン。ザーゲン、ヘアン、もう知ってんじゃなくて、なんだっけ、するとか作るっていうのを、あ、それ作る、アーベン、マヘン、レーゼン。スプレッヘン。スムレーベン、生活する。レーベンとくれば、スムの方ですよね。スム、レーベンは暮らす、生活する。で、住居、それが副詞、ボーネン。見るは分かりますか？見る、見る。ゼーン。シュライベンをやりましたっけ？シュライベンは聞き覚えない。シュライベン、カクです。あ、カク。はい。シュライベン。あと、身近な動詞、日本語で、何か出てきますか？日本語でいいんで。日本語。何ですか？力同士。ブリンケン。ああ、ハーベン。ハーベンはまあ、ちょっと特別なやつですね。加工系、加工物詞いうときにもハーベン使うんで、一般の動詞からはちょっと離れた存在っていう感じで。ハイセン。あなたの名前は？イヒハイセン。あ、ごめんなさい。それは、ね、それはドイツ語にしてください。え、だから、ああ、質問文です。はい、はい、そう。なんだっけ。あなたの名前。あなたの名前は何ですか？イハイセン。君は、それは君は何と名前？ビーハイセンジ。はい。あと、なんか身近な動詞。あ、コメンがないです。コメン。ああ、そうだ。あるいは、ルーフェン。ルーフェンに、アンがつくと、アンドルーフェンで電話をするんです。おー、ルーフェン。で、これ、分離動詞につって、分かれるんですよ。例えば、コメンにもアンが付けられるんですよ。で、コメンだけだと来るだけど、アンが付いて、アンコメンだと到着するんです。で、じゃあ私は到着するって何て言うか、チャレンジしてみてください。
この場合ヒコムってことですか、カムヒコム米ヒコメか、はい、N が取れるだけですよ、つまり N じゃなくて N が取れるコメアンってアンの後ろに来るんですよ。ああ、そういうことですか、ええ、で、もし助動詞と組み合わせる場合は、例えば私は到着することができる、くぬん、くぬんとあんこめを組み合わせて私は到着することができるっていうときは、いかんあんこめって、ここは原型に戻るんですよ。単純に私は到着するは、いひこめあんで、分離動詞が分かれて、最初のあんがお尻に行きます。あんは、例えば、ここにもつくし、アンシュプレヒェン、アンゼーン、アンマヘン、アンフルン、アンフルン、アンフルンも言うな、アンザーゲン、そうですね、アンザーゲンというのは、ザーゲンはただ言うだけじゃないですか。アンザーゲンというと、こう、アナウンスするみたいな感じの、で、ちなみに、アンザーゲっていう名詞はアナウンスです。で、アンフーレン、ただのフーレンは聞くだけど、アンフーレンだとこう、耳を傾けて、耳を傾けて聞くみたいな。で、マッヘンにアンついて、アンマッヘンはちょっと別の意味になっちゃって、アンマッヘン。例えば火をつけるのもアンマッヘンですし、異性にアプローチするのもアンマッヘンだし、挑発するみたいな。で、アンシュプレヒン、シュプレヒンはただ話すじゃないですか。アンつけてアンシュプレヒンだと話しかけるみたいな。で、アンってもともと、この中いいんじゃないですか。ここにあるのがアンなんですよ。で、これ上がユーバーかアオフ、上側が、下側がウンターで、アンもあるし、バイもこんな感じですね、くっついてるみたいな感じ、え、アンはだからこう寄り添うような形でアンシュプレヘン、話しかけるとか、アンゼーン、よく見るとか、そういう意味になります。で、ルーヘンは呼ぶだけど、アンのルーヘンで電話をかける。で、コメンは来るだけど、アンコメンで到着する。っていうふうになりますね。では、動詞もう少しなんか、身近なやつないですかね。シュプレッヒン出てましたよね。おそらくは支払うとか。支払う、いいですね。ツァーレン、ベツァーレン。これ、ツァーありません。どっち使っても OK です。うん、お会計お願いしますね、チャーメン日程とか、あ、それってドイ、これもう立派なドイツ語でドイツ人の言うチャーメン日程、クレジットカードで払いたいみたいなのはどういう意味ですか。さあ、なんかカンニヒミットクレジットカードでチャーメン、じゃあオーダーネーメンジクレジットカードでアン、あ、ネーメン、ネーメンやりましたよね、聞き覚えはあります、テイクです、あ、テイクか、で、これにもアン
ついてアンネーネルだと受け取れますか、アクセプトしますか。で、ネーメンジークレディットカード、クレジットカードでも払いますか。あるいは、カンイヒミットクレジットカードで別アンネーとか。カンイヒミット、あ、そこに動詞は入らないんですか。カンイヒザレミットとか。カンイヒミットでクレジットカードで別アン。助動詞入るので、動詞が最後で。カンイヒミット、クレジットカード、ツァーレミットですか、はい、いや、なんか動詞が後ろにすげえ違和感ある。あ、クレジットカードはクレジットカードなんですか。クレジットカードで。カルテ。カルテ。クレジットカードで。僕、いつもミットカルテで言って。あ、それだったんですね。はい、で、サーレンとビッテと、あともうある単語で賄いたいんですけど、どの順がこうナチュラルに聞こえるんですか。ビッテ先の方がいいんですね。サーレン、ビッテ、ミッテ、クリップ、クリップ、カルテで大丈夫ですか。はい、じゃあ、そうやればいいか。ですね、ビッテ払う、自分が払うときはザーレンビッテで通じますけど、ビッテザーレンとビッテベザーレンは払ってくださいっていうニュアンスになっちゃうんで、ザーレンビッテはいいですけど、そうですね、ビッテってそれはなんか促すようなイメージなんで、ザーレンビッテって僕、領収書ちょうだいっていう意味だと思う、あるいはレシピと請求書、ちょうだいみたいな言い方になりました。ビッテザーレンは、あ、ごめんなさい、ツァーレンビッテ。ツァーレンビッテは払いたいっていう意味なんですよ。ツァーレンビッテは、ひもして、ツァーレンビッテのひもしてを取っちゃってるんだと思うんですよ。ひもして、ツァーレンビッテ。ツァーレンビッテ。だけど、ビッテツァーレンだと払ってください。ビッテベツァーレンだと払ってください。になっちゃうんで、その辺、ちょっと、ややこしいですね。あとあれですね、なんか食事しに行って持って帰るのかこれ食べるのかみたいな、ファーストフードの時に、はい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 、はい、なんか聞かれるんですけど、なんか何言ってるのかなみたいな。ツムミットネーメンオーダーヒアって聞かれると思いますね。ミットネーメン、ネーメン、このネーメンにミットがついてるんですね。ミット、英語のウィズ、ミットもいろいろつきますね。例えばボーネにもそう、ミッドレーベン、それで動詞になるんですか。ミッドレーベン、ミッドレーベンも確かあったと思う。ミッドシュプレッヘンもあると思うな。それで動詞になっちゃう。ミッドレーゼン、ミッドマッハン、一緒にやる、すごいね、一緒にサッカーやる、マックスとミッドみたいな。ミッドシュプレッヘンは話し合うになるんですか。ミッドシュプレッヘン、ミッドシュプレッヘン、ミッドシュプレッヘン、分離動詞であるかな。でも Ich spreche mit der Dame はもう間違いなく言いますけど、ミッドフリーゲンもあるし、一緒に飛ぶ、ミッドエッセン、ミッドリンケン、ミッドゲーム、ミッドゲームも一緒に行く、あるし、ミッドコメンもあるし、一緒に行く。だからドイツ語ってこんな長くなっちゃう。うん単語一単語長いめちゃめちゃ長いじゃないですか。ものすごい信じられないぐらい長いになりますよ。くっつけちゃってみんな。あ、ちなみに英語のトークにあたる単語ってどうしますか。トークはシュプレッヒェンかな。あ、それはシュプレッヒェンなんですか。ええ、で、言うはザーゲン。ザーゲン。トークはシュプレッヒェンですね。あと、ウンターハルテンっていうのもあって、ウンターハルテンはこれもトークですね。で、ウンターもこれ、これらの仲間の前置詞みたいな感じで、で、ハルテンだけだと止まるなんですよ。止まる、ストップ。ストップですね。あの、おまわりさんが、
英語式にストップって書いてあるのもあるけど、ハルトって書いてあるのもあって、ハルトで止まれと。で、バス停、バス停をハルトシテレと言います。シテレって場所です。場所とかあるいはポジションのシテレですね。